はい、このように肉を詰めました。先に刺したこの軸を抜き取ります。抜き取ってここで一回均等な大きさになるようにこうくるくるっと、でこういう隙間が空いてるところにまた継ぎ足しで肉を詰めていってください。たれ付けは和食でいう手綱、手綱っていう技法で巻いていきます。赤、黄色、赤、この順番でどんどんお肉の中に詰めていくような感じで油で揚げていきます。こういう風に手綱状にして小麦粉、まな板の上に小麦粉を落ちてるんですよ。で最後はこうキュキュッと全体を整えて、フライパンが揚げるもんだからフライパンの大きさ、そしてこれ半分ですね、半分に切ってフライパンで揚げていきます。もう整えながら揚げていきます。はい、そろそろ揚がりましたの音楽も鳴ってます。このパチパチ音はもう上がってますって音楽ですね。こういう感じで揚げていきます。していきます。せっかくこの断面が綺麗なのでこの表面を崩さないように盛り付けた方が一番よろしいかと思います。塩水をかけます。試食しましょうね。美味しいです。